からは3人クロスが入る。イバヘッドコスト、いや頭を抱えたイバ、ここで来ました。ゴールキーパー上福本が上がってきました。もぎ取ることができるか、上げていく、ヘディング、上福本こぼれて詰めた、ベルディ先制ゴール。アディショナルタイムプラス6分、ベルディに大きな大きなゴールが入りました。キーパーの上福本が競って最後味方が詰めていきました。まさかと思ってます。まさかこういう感じになるとは思ってませんでしたけど、はい、5年間斉藤のクロス、おファーサイドヘッド、枠を捉えることはできませんでした。永田のヘディングシュートでした。まあ本当に、まあ、半分これで横浜 FC 戦で半分終わりますけども、これ順位も近いですし、まあいいベルディ今いい流れなので、これ勝つか負けるかによってこの後半戦の流れが決まってくるのかなと思ってます。井上決めるか、決めていった、井上翔決めていく、クロス入れていく、逆サイド、あ決まった、入りましたね。西も山形時代ともにプレーをしています。まあ相手が引いてたんで、まあ、なかなか、まあ、自分で一人突破するのか一人突破するのか、まあ、コンビネーションを使って、まあ、うまく侵入するのかっていうどっちかあったと思うんですけど、まあ、うまくコンビネーションも少し出せたのかなと思ってますし、まあ、そういう中でやっぱ最後の精度っていうのはもっともっと突き詰めてやらなきゃいけないかなと思ってます。ここから一つも負けられない戦いが続くと思うので、引き続き応援よろしくお願いします。